江東洋は大農洋の一つで大農半球の最尾側にある。哺乳類では視覚形成の中心であり、視覚野の解剖学的領域の大部分が江東洋にある。一次視覚野はブロードマンの農地図の第17野にあり、一般に V1 と呼ばれる。人の V1 は江東洋内側、鳥漁港よりも内側にあり、V1 全体の広がりは普通江東洋の極極まで続いている。この部分は随小の大きな島が目立つため、V1 を線状皮質とも呼ぶ。これに対して V1 の外側に広がる視覚情報が伝わる領域は有線外皮質と呼ばれる V1 よりも工事の視覚や領域である。有線外皮質には多くの領域があり、視空間形成や色識別、運動把握といった様々な視覚形成の作業に特化している。動画、赤色で示す部分が左半球の江東洋。右半球は内側面を見せるため透明にしてある。人の大脳において、江東洋は4つの大脳洋の中で最も小さく、頭蓋内で最も後方に位置する。江東洋は大脳と小脳の間を仕切る硬膜である小脳テントに接している。また正中で大脳縦列によって左右それぞれの大脳半球に分かれている。前方には頭頂江東湖があり、これを境に頭頂洋と接している。側面では江東洋と側東洋の境界は曖昧であり、外側江東湖によって区切られた外側江東海がいくつかに分かれていて、そのあたりを境界とする。江東洋の内側面では江東洋の下べりには鳥漁港という、はっきりした深い溝がある。この鳥漁港の上方を、くさびぶ、下方を舌状海という。江東洋は、視覚や色彩の認識を司る機能を持っている。網膜からの感覚刺激は視神経を通って、視床の外側質状態に入り、そこから大脳半球内部の視方線を通って江東洋の一次、視覚野に送られる。視神経には、途中に視交差と呼ばれる神経の交差部があり、そこで左右から来る視神経の半数は反対側に交差し、残りは同側に向かう。そのため、視覚野にもたらされる視覚情報は、同側の網膜の外側からのものと、反対側の網膜の内側からのものがある。ただし、情報の内容は、どちらも全視野のうち反対側の半分となる。江東洋後部の皮質の神経細胞は、網膜上に映る視空間が再現されるように配列している。網膜が強いパターン刺激にさらされると、それと同じパターンが皮質上に応答することが、脳機能イメージングで明らかにされている。もし一方の江東洋が障害されると、どちらの目で見ても視界が左右の半分だけ欠損してしまう、同盟反盲という症状が起きる。頭頂洋、側東洋、江東洋の連合野に病変があると、色彩失認、運動失認、失所といった症状が現れることがある。また江東洋は、聴覚にも関与していることが示されている。江東洋は、さらにいくつかの機能的視覚野に分類することができる。それぞれの視覚野ごとに、全視野が保持されている。一次視覚野には目立った縞模様があるが、それ以外の両野には、解剖学的にはっきりした指標となるものはない。しかし生理学者たちの電極記録によって、江東洋の皮質は異なる機能を持った両野に分類されている。最初の機能的領域は一次視覚野である。この領域では、局所性、方向選択性、空間周波数及び色彩に関して、小さな受容野を持った定時の情報を感知する。この一次視覚野から、側東洋に向けて、腹側皮質視覚路が伸び、江東洋内では V2 や V4 やの両野が続く。また頭頂洋に向けては、背側皮質視覚路が伸び、江東洋内では MT や及び DP やがある。ありがとうございます。